1400年のイベリア半島。緑がグラナダ王国の半とグラナダ王国はグラナダを首都とした王国の故障。ナスル朝の旗この故障はナスル朝グラナダ王国を指すことが多い。あとウマイヤ朝が衰えた11世紀初めにズイール朝の一族がこの地を征服し、1013年にタイファ諸国の一つであるグラナダ王国として独立した。しかし、 11世紀にムラビト町に12世紀にムワヒヒド町に征服された。1232年、ムハンマド一世がナスル町グラナダ王国を建国した。ナスル町グラナダ王国はイベリア半島における最後のイスラム王朝として約250年間存続し繁栄した。カスティーラ王国とアラゴン王国の連合王国によって1492年1月2日に グラナダ王国は滅亡した。これによって、イベリア半島におけるイスラム政権は終焉を迎えた。ムワヒヒド町グラナダの会場を描いた油絵。左の馬に乗った人物が、ムハンマド11世。手には、アルハンブラ宮殿の鍵を持ち幸福の意を表している。19世紀頃、フランシスコ・プラディーリア・オルティス作。13世紀初め頃まで、アンダルス地方を支配していたのは、 アフリカのベルベル人系の王朝、ムワヒヒド朝であった。しかし、13世紀末頃になると、新たに勃興したハフスアサ、マリン朝との交想に追われることとなり、アンダルスから事実上の撤退といった状況となった。この結果、ムワヒヒド朝はますます求心力を失い、地方でもハフスアサが独立するなど、ハントは急速に縮小して、 現在のモロッコ周辺を支配するのみとなった。1269年、信仰のマリーン朝がマラケシを征服し、ムワヒヒド朝は滅亡した。これにより、アンダルスは混乱の時代を迎え、都市有力者のマーリーク派法学者やアンダルス系軍自称集団の指導者の政権が乱立することとなったのであった。その中でも、レコンキスタまで存続することとなったのは、 アルハンブラ宮殿を建造したことで著名なナスル朝であった。初代国王、ムハンマド一世は、ハエン近くのアルホーナで放棄し、ターイファの一国となったのだった。その後、ムハンマド一世は、ハフス朝に従っていたが、その総主権を認める相手を、アッパース朝、ムワヒヒド朝と状況に合わせて変えながら、周囲の勢力の間を塗って、国を発展させていった。 全世紀には、アルハンブラ宮殿などの秀逸な建築物をはじめ、新たな文化を創造し、大いに栄えたのだった。しかし、そんな栄えある時代は、終焉を迎え、内紛などから衰退の一途をたどることとなる。1482年、最後の君主、ムハンマド11世は、父、ムレ礼アブルハッサンとの対立の中、グラナダの王位を自称した。 その後も父を呼びおじムハンマド十二世と対立と抗争を続け、ナスル朝の国力は、ますます衰えた。一方、カトリック領王によるレコンキスタが進められる中、ムハンマド王は二度もカスティーリャ軍の捕虜となり、最終的に1491年にカトリック領王にグラナダを引き渡す協定に調印した。そして翌1492年1月2日、 ボアブディルはカトリック領王にアルハンブラ宮殿の鍵を引き渡した。1492年1月2日にグラナダは無欠開城し、レコンキスタが完了した。1499年10月にグラナダに赴任した数奇教シスネロスはムデハルに対し、強制的な手法を用いたために反乱を招くこととなった。この反乱を開城時の協定に対する違反と見た。 カトリック領王は1502年にカスティーリア王国でムデハルに改修を迫る法令を出し、後にスペイン全域にまで拡大された。これらの連続したイスラム教徒迫害によって、イスラムの勢力はアンダルシアから完全に駆逐されたのであった。国力が衰えた時期であったため、大規模な建築は行われなかった。しかし、アルハンブラ宮殿に代表されるような、 聖地で華麗な様式を残した。アルハンブラ宮殿国家の規模としては小さかったが、巧みな外交政策などを通じて独立を維持し、アルハンブラ宮殿に見られるような文化的遺産を後世に残した。イスラーム建築の様式が宮殿や庭園をはじめ教会やシナゴーグにも取り入れられたことも、また特徴の一つである。中でもコレドバに建設され、内乱で破壊された。 ザフラー宮殿がよく知られる。現在でも様々な宮殿やモスク等の建造物が保存されている。キリスト教の支配下となった後はムデハル様式としてイスラム教の建築様式を今に残した。その中でもトレドのトランシト教会や世界遺産のアラゴンのムデハル様式の建築物などに見て取れ著名である。建築様式の他にもグラナダ王国の支配は 多くの遺産を残した。イスラム文学や文様などがその代表と言える。この時の協定ではムスリムに対し残留する者には信仰と財産の保全が許され、イベリア半島から退去する者にはその財産処分の自由が与えられた。ナスル朝の領域はカスティーラ王国組み込まれた。ありがとうございます。